でもさ、聞いてよみんな、まず福岡行ってたじゃん。福岡行った時にさ、ファンミーティングがあったわけよ。女の子がいたの、一番前でね、いてくれたんだけどさ、なんか男っていてさ、おいおいと思って、おいおい誰と喋ってんだっつって、あの男誰だったんだろうね。いや、女の子は誰か分かってたのよ。なんかイチャイチャし、なんか喋ってんだけどと思って、でまださ、こっちのマイクが入ってない時にさ、女の子いるよみたいな、4人で喋ってたのよ。女の子いるじゃん、女の子いるって言って、んで、誰だろう、リスナーさんかなみたいな、うん、祭りのリスナーさんなんだよね、祭りすって言って、ちょっと待って、男喋ってないみたいな、マジやんおいおい、ファンミーティングに男と来んなってっていうね、話をね、してました、裏で、実はあれ、誰だったんだろう。その場でね、会って、意気投合したんだったらいいっすけど、いいっすけどね。なんか、こっちは別にさ、仕事で来てますから、特に観光っていう観光も別にね、そんなにできずに、まあご飯は食べましたけど。ねえ、なのに、いいっすね、なんか羨ましいな。いやー、でもなんかさ、趣味が同じでさ、そういう遠征とかに一緒に行けるってさ、めっちゃいい、良くない？楽しそう。楽しそうだなーとは思うね。うん。だから祭り、あれだもん。VTuber が好きな人がいい。VTuber が好きで、ゲームが好きな人がいいなと思うね。楽しそう。ね。本当に楽しそう。違います、大して。お前か！男はお前か！おめえ！おめえさ、まあおめえならいいか。まあ、そっか、なんだ。まあならいいよ。公認してやる。いや、この人はね、VTuber フェスジャパン最前列でね、感極まってたから、まあまあ、その姿を見せられてしまったら、まあ、いいでしょう。そんだけ祭りのこと好きでいてくれるような人なら信頼できるわ。祭りちゃんが彼女なのでお友達です。あ、すいません、勘違いで発狂してしまいました。うん、女も男も出てきた。